11がだってもうなんかなんていうのこういうのなんかえらいことあってね。濃度濃度っぽい。駐車場みたいになってない？ほれほれ駐車場になってるやん。お、来てよ。あ、ここで行き止まりだ。登ってみる。ちょっと、うん、登ってみよう。傘差す意味ある？これ何？いらママ何？一応2本ぐらい持ってる。ちょっと待って、お弁当はいい。とりあえずどこ行くの？登りに行くのか。なんか木を木を移動させてる。ポイン。ポイン。で今からどこ行くの？この上に神社があるそうで。車で行くの？ここから歩き。ここから歩こうかな。歩き？近いよ多分。ちょっと行ったらすぐじゃない。持ってるよ。あ、渡した。すぐじゃないの、こんなの。花が綺麗。あそこの花が綺麗。え、もう着いた。早っ。あ、この神社の人用の道なんやね、さっきの立ち入り禁止のところは。こっち下っていったらだから出れるんじゃない？チェーンのとこに。そう、チェーンのとこに。すっごいブツブツ。うわぁ、でもこれちょっと見たから、私にとってはちょっといける。いや、私。え、それきれい。わぁ、キピカ、コガネムシ。素
敵。パパ捕まえたら？ここでもしやっぱ。うん。カナブンとは輝きが違うね。ついたよ。お断り様とか？うん。
あ、ことありさまでなんか日付のやつね、なんかカーンってなんかやってたよね。あれ、あそこっぽいね。天気って合うが感じるの？そういう時もある。だから今ちょっと、でもなんかいたずらとして曇り晴れって言ってる。曇り晴れ。合うよく雨乞いしてるやつ。うん？雨乞いしてるよ。これちょっと食べて。はい。ほうれん草の木ね。ほうれん草ね。うるさいな。こっちよりはいいです。こっちよりはいい。でも歌の目的ちょっと、歌の心だけちょっとほうれん草抜きにしてよ。歌の心の中。心の中、まあ自分もそんなこと言ってるけど自分もそう思うけどねーって自分の心に。そうだよ、何か食べるもん、継がれたもん。え？継がれたもん、何か食べるからさ。だってなんか雨。え？見えるパラパラはしてる。急ごうじゃ。本当だ。じゃあってなったらどうする？ちょっと蓋閉めようか。蓋して逃げよう。これがたいけど。高まずに逃げる。これ置いてかんの。いや。はい、あもうぐちゃぐちゃぐちゃ。まあもうファーってマントみたいに。はじ。いやもうそんな青空見えてるし。うん。そんな降らないはずだよ。もう事故ってここなら茨城、茨城ここかここかし、知らない、ここかし、あ、歴史動いていた、こうか、そう見た、うん、スカーレットの舞台です、ここは。いや、スカーレットの舞台は茨城だよ、ここや、当てて、見つけるよ。どうしたの？どうしたの？こうかと茨城、一応ここ滋賀県福岡市信楽町。これだったら聞こえてもらってるよ。一発晴れって決めてほしいと思って。でも天気
は雨、曇り、晴れになる予想です。あと雷も、あと風も吹く予想です。あと雪も、雪は出るんやろ。だって天気全部やったら雪もね。まあ、もしかして雪も天気だよね。うん、どうだよ。あ、また食べた。何を。これ、うん、あんまり味せんかった。東京守りとか作ったら売れそうな。ん？なんか陶器で作ったお守りとかね。うんうん、あの絵馬と絵馬とか、ここにハートとか。バレたね。バレたね。言われたね。悲しいね。でも陶器の割れてある欠片。予約待ってや。どう？嫌なの書いてや。あ、あっても良さそうだな。盛り上がりそうだな。盛り上がる。ここは、この神社か。いいね、これ、シャム。シャム。そういう悪いのは良くないかな。嫌な、そんな名前。あー、ここの、あの木だったら絶対なんかバラ人形であれやりそうやから怖いわ。怖いな、夜やったら。わら人形の発祥の地ってどこだっけ。え、わら人形はね、なんか嫌いな人を描いて、それでなんかどこにか彼女地でどこ、体の、わら人形の体の、体のどこかに空気を打って人形にやっぱり死ぬっていう感じやわ。俺ら行ったところのどこかだっけ。なんか消えてほしい部分を釘でドントントンって刺すんよ。呪いの藁人形発祥。ドヌキって。いや、それここじゃないよ。ドヌキって言ったすら。貴船神社。ん？貴船神社。貴船神社。あ、そうなの？どこ？見せて。牛の国参り。え、貴船神社ってあの京都の？うん。どこ？なんか画面ないのかな？ないない。うん、京都やった。あ、なんか説明会が書いてある。なんか怖い話に出てきそうな、なんか天気になってきたんだやだ。4人いるから大丈夫ですよ。やだ。大丈夫。地面の中から怪物がぽいやいや。さあちゃん、怖い YouTube 見すぎや。いや、違う。いやいや。最近はヒカキンの煽りとかを見てます。え、なんかさ、あ、箱の音楽とか抜くから。待って、食べながら言わんといて。ハサミ女。ハサミ女。これやったら見たいって言ってたからやろ。なんだよ、ほら。え、なんかさ、カルフィング抜くから。だけど2個目はシャアがなんかアパートの変態さん、あんまり怖くなかった。うん、アパートの変態さん変態さん早くなってね、おいおいとしてる。怖い、そんなんが一番怖いわ。アパート、人間が一番怖いわ。ご飯ちょっと後でなんか晴れたところで食べていいかな。みんな聞いてしまう。な、私もなんかおひつみたいな感じ。おひつ、おひつ、おひつみたいな感じだった。なの、はい、おひつ、なんか ご飯をその構造する感じ。うん、おひつね。あの旅館の時とかにご飯入れたりさ、
どこ向いとんねん、それ。なんで上向いとんねん。もう話終わってた。おいしそうだ。話終わったね。もうこの話終わった。わかった。え、ひつまぶしのひつ？あ、そうかな。前に問題です。おでんのでんは何？え、答え知ってる？知ってる、知ってる、知ってる。おでんのでん。え、大切だわ。電学。電学。違うの？思ってた。答えは似てるけど違う。食べ物の一つやろ。おでんって何のことかってことは？こんにゃく。大根。ブーブー。何？え、だから豆腐。豆腐のこと電って言う。電学って言って。あ、合ってるやん。え、だから普通。合ってるやん。でも答えがジェコちゃんは豆腐って言ってたから。豆腐だって。一緒やん。え、電学ってちゃんと豆腐を。納得できる。え、豆腐を持って言ったの？ちゃんと。まあ、うん、電学って言ったよ。え、豆腐を持って言ったの？うん、あ、うん、っていうかその、あの料理。あ、昔は電学って言われてたけど、今ではね。今はなんか大阪のなんかお姉さんがおでんが作って言ってで、それでおでんになった。あの、なんか、でん、ね、なんか言って、なんか女性のそうそのこれ、やっぱ電学や。電学の電に接頭語をつけたことです。へぇ、すごいじゃん。それでなんかね、うちの人がおでんって言われてるようです。電気の電だったらおかしいよ。電気の電だったら食べた瞬間にビーンってビーンって。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。寒い。いいよ。まあ、コカネムシ逃げた。あ、生きてたん。生きてたよ。あ、生きてたんか。生きてた。だって、いなかったね。いなかった。飛んでたよ。逃げた。もう、パパに捕まえてほしかった。でも、捕まえなさいよ。パパ、虫取り名人、パパが捕まえてほしかった。生きてたよ、パパ。なぜ死んだと思ったん？いや、なんか動いてなかったように見えたから。私がギャーギャー言ってたやん。今なんかガタガタ聞こえなかった？え、死んでって思ったこと？うん。いや、言ってたから。あ、早っ。待って。早っ。早っ。楽っていいんじゃん。1分ぐらいで登山でした。え、待って、走ったら30秒。なに？そうだな、しばらき寒いね。
長期の来てくれたって。あ、そうなん、うん、え、ロケ地、ロケ地、あ、マジで、うん、いいね。まあでもなんか本当になんていうの、ワンシーンとかあれでもさ、いろんなとこ使ってるから、うん、本当にここだけみたいな。